フランチェスコ・ルジェッリは、クレモナのバイオリン製作者、ニコロ・アマティの一番弟子だった、アンドレ・アグ・アルネリとは、同門の関係にあたる。ルジェッリの一族は、クレモナの城壁の外側、サンベルナルド、サン・セバスティアーノの教区に住んでいた。アマティの工房に長く働いていたために、作風はアマティに近い。他の弦楽器工房でもよくある話だが、ルジェッリの作品であるが、 アマティのラベルが貼って販売されたバイオリンが問題となり裁判所で訴訟になったことがある。当時、アマティ本人の新作楽器はルジェッリの作った新作楽器の3倍もの値段で取引されていたからである。裁判の結果は知られていないが、ルジェッリはアマティの工房をおかげで長く支えていたのは事実である。彼はバイオリンの他にビオラやチェロも制作したが、 特にチェロについては評価が高く、従来よりも小柄の形状のチェロのスタイルを確立したことは高く評価されている。その形状は後にストラドやガルネリも模倣することになった。今日でも彼の制作したチェロの形状はルジェッリモデルとして後世の弦楽器制作者が模倣の対象にしている。フランチェスコルジェッリには4人の弟子がいた。 三人の息子と一人の孫である。しかしながら、フランチェスコル・ジェッリが死去した後に、弦楽器製作者として体制したのは三男の、ヴィンチェンツォ・ルージリだけでだった。ヴィンチェンツォは27歳で独立して、クレモナの城壁にほど近い場所に、弦楽器工房を構えた。ヴィンチェンツォの楽器にも、アマティの伝統的な製造の影響が見られる。ありがとうございます。